あ、じゃあここで、はい、和光ってわかるやつ？日本人の海賊です。ああ、そうだな。正確には、日本人を中心にした海賊と商人の中間みたいなとこだ。あれ話それた。というところで、我々民がこの漢語、この船の半分を持ってると。それで、日本から来た船はこれとぴったり合うもう半分を持ってます。それを合わせることで、ちゃんとした日本の公式な船かどうかがわかるわけだ。これ合わなかったら、まず和光だと思ってくださいと。はい、ここまでで何かわかんない人？よし、じゃあ次。積み荷の確認がね。すいません。なんだ？いや、これ、漢語を合わせるんですよね。そうだぞ。合わなかったら和光な。はい。合わなかったら、はい。合わなかったらどうするんですか？ん？いや、だから和光として。いや、そうなんですけど、いざ我々がどうするかっていう、こう、現場レベルで。どうするって、いや、だって、これ、札と札を合わせるんですよね。そうだよ。合わなかったら和光、海賊なんですよね。そうだよ。この距離まで近づいたら、アウトじゃないですか？え？だって、この間合いで、ありゃ、合わない、海賊でしたって判明したら、もう終わりじゃないですか。これどうするんですか？そこはもう、そうなったら、毅然としていましょう。毅然って、こっちの心持ちの話じゃないですか。そうじゃなくて、いざそうなったら、どうするんですか？そこは民と日本の正式な取り決めでそうなってるんだから、ダメだ、和光めと処理します。処理って何ですか？納得しないでしょ、海賊なんだから。海賊だろうとなんだろうと、我が民の定めた法律は守ってもらわないとね。守らないですよ、海賊なんだもん。お前なんでそんな観光に突っかかる？え？和光？違いますよ、僕がぜん民の人間でこうして研修受けてるじゃないですか。だってあんまわーわー言うから。お前がとにかく毅然とした態度で臨めばいいんだよ。そんな弱小国家の素人海賊のことはいいんです。はい、すいません、船が着きました、日本から。えすいません、これって和光でも、まだ分かんないだろ。よし、じゃあ貿易だ。とりあえずこっちへ持ってきたもの買ってもらおうか。すいません、看護を。あ、いや、すいません、でも看護を。ったく、おらや。あ、はい、ありがとうございます。よし、じゃあ日本から持ってきたのはだな。なんだ？いや、ちょっとすいません先輩。あれ、それ合ってないですよ。あれ、ちょっと待ってくださいね。看護全然合ってないですよ。やっぱり和光なんだよ。でも。どうした？なんでもないです。お前ら和光だな。看護全然合わないじゃないか、この偽物。ばっか、ちょっと何言ってんの？だって先輩を毅然とって。相手を考え、距離。だってさっき。俺らがなんだって？なんでもないです。だよな。これ全然合ってないじゃないか。なんだぞ。合ってます。ちょっと。合ってるよな。はい。何言ってるんですか？だってこことか。ばっか、お前、ここ心なしか繋がってる感じじゃないかよ。繋がってないですよ。こういう字なんだよ。同じはないですよ。こういう字ですよね。知らねえ。知らねえよ。大地、札の形だって全然合ってないじゃないですか。元が同じ札とは到底思えないでしょ、これ。デザインだよ。嬉しいよ。とにかくお前らは和光だ。バカ！お前らと取引することなんて何もない。マジで？今すぐ国へ帰れ。やめて！人様がせっかく海を越えてはるばる綺麗な商いをしに来たところ、そういう態度なのかい、あんたらは。てめえ？先輩？とにかくいいんだよ。もう俺が法の責任者なの。その俺が合ってるって言ってんだから、お前先輩の言うこと聞けねえのかよ。でも、じゃあここの長官とあと北京にもちゃんと照合しに行きましょう。せめてそれだけはちゃんと。俺じゃ役不足ってことか。てめえこの野郎。ちょ、先輩痛い。完全にビビってる。ということです。すいません。ようこそ民へ。看護は合ってるんで自由に売り返していってください。どんな値をつけてくださっても構いませんので。ああ、じゃあ寄らせてもらうぜ。では、あとはこの者が対応させていただきますので、何かありましたら煮るなり焼くなり好きになさってください。では私はこれで失礼いたします。いて、おう、何ですか？うめえじゃねえか。こんな感じでよかったですか？上出来だ。最高の芝居だったぜ。いやー、それほどでも。では補修は後ほど。おう、民の人間にしとくには惜しいぐらいだ。